皆さんおはようございます。私は磯田康雄、この71になりましたですね。はい、66の時に外国語大学行きまして、69歳で研究合格、それからね、この動画を作っております。今日は何の話ということでね、ちょっとこういうことを一回見てみたいと思いますね。はい、あのね、結構ね、自己啓発本とか英語学習本とか、あの類はいっぱい流行ってるんですよ。で、まあ大体彼らの言って、言ってること、著者はみんな違うんだけども、ほぼ同じようなことを言うてるんですよね。で、まあちょっと一回仮に自己啓発本から見てみましょうか。そしたら大体のところ、人々が何を求めてるのか、こういう。な、ここはAmazon のページで、自己啓発本のページですよね。ここで見てたらわかるんですけどね。夢をかな、これですよね。すぐやる人。ということはすぐやれないんだよね。みんな自分を知る練習とかね、はい、とっと待ってくださいね。限りある時間の使い方ね、こういうことですよね。やっぱり自分で一瞬で自分を変える、変えたがってるんだよね。でもこんな本読んで変えるかどうか心配すんな、全部うまくいくってこう来てますよね。はい、全部うまくいくそうです。で、見てください。夢を叶えるぞといくわけで、書けば夢は叶えるということでね。すごいですよね。こういうのがついてます。じゃあちょっと英語本の方を見てみましょうか。英語の方。まあこれが、ちょっと待ってください。一番上からいきますよね。英語学習本ということで見てみますよね。英語を劇的に聞こえてくるリスニングすごいですよね。はい、すごい劇的に聞こえてきちゃう。日本人のための英語学習法、見るだけで英語ペラペラになる、すごいですよね。はい、もう本当すごいよね。これ読んでるだけでもう本当にもう英語の正しい発音の仕方、すごいね。これ読んで、英語学習法、英語を何とかしたいあなたに送る、脳に定着する超効率英語学習法、脳科学的に正しい英語学習法。はあ、すごいよね。しかも Kindle 版タダですよね。はい、英語最後の学習法。いやいや、もうとうとう最後まで来ちゃったらしいですね。達人の英語学習法。いや、もうこれだけ読んだらもう英語一級なんて簡単ですよね。英語勉強法、英語学習法、外交的学習法、すごいよね。次々出てくるよね。はい、 AI にも英語学習法、英語学習法、すごいですね。はいはい、これね、全部読んだ人はそんな人いるとは思わないけどね、これ一冊でも読んだらもうバカバカしくなって、いや、もうどれ読んだって結局全部同じようなこと言ってるだけのことだと思うんですよね。私こんなもの全然読まないし、大学行ってる時もね、こういうような本山のようにあったんですよ、図書館にね。まあ全然見なかったですけどね、こんな本が流行ってんだなぐらいは知ってましたけれども、まあ、そもそもこんな本を読まなきゃならないっていうのもおかしな話だし、そんな本読む時間の暇あるんだったらね、ニューヨークタイムズでも読むとか、英語の百科事典でも読めばいいだけのことでしょう。なんでこんなことに金払ってこんなわけならもう読まないかんの。ですぐやる人とか、なんかやる気が湧いてくるとかね、そんなもんただやりゃいいだけのことですよね。毎朝4時に起きて勉強すればいいだけのことでしょう。別にこんな本読んだからって言って朝4時に起きれるわけでも何でもないよね。自分がやるだけのことなんだから、それさえやったらもう特にどうということなくすぐできちゃいますよね。まあすぐ言ったって3年ぐらいかかりますけどね、3年ぐらいあったら英検1級以上になれますよね。で、中には英語本の英語系 YouTuber でもね、10分毎日10分でリスニングで見る見る聞き取りができるようになるとかね、まあそういうのは全部ビジネストークですよね。そんなことが本当に起こるんだったらね、日本中英語使いだらけになってるはずですよね。それがなってないっていうのは、彼らの言ってるのはただ単にビジネストークで寄せる、素人を寄せるためのマキエでしかないということですね。ちなみに私でも毎日4時間は英語ちゃんと聞いておりますよ。それぐらいやってますよね。3年前に英検1級合格してますけどね、それぐらいはやってますし、ニューヨークタイムズも相当読み込んでますし、百科事典からいろんなものを読んでますがね、
まあそれぐらいだって当たり前だし、特にそれが難しいとかしんどいとか思ったことはなく、むしろ面白く次々とこう興味が湧いてやっていけるようになってますよね。そんなんただ単にちょっとやりゃええだけのことなんだよ。別にそんな難しいことでもなければ、そんな科学的学習もクソも減ったくれもないですよね。ただちょっとやりゃええだけのことなんだから、特にそんな難しいもんでも何でもないですよね。それすらできないっていうんだったら、別にそのもう英語以外でもダメだろうそれだったらね、うん、まあ、だから、うん、ああいうの読む人って結構できない人が読んでなんとなく自己を慰めてるだけじゃないかなと思うんですよね。そんなん読んでる暇あったら、もっとまともなことやりゃいいだけのことですからね。ということをいつもね、こういう類のものについてはよく思います。で、まあそんなのにね、こう心を揺り動かされてるようではいつまでたってもダメなんですよね、うん、そんな暇あるんだったら勉強してください。ということで今日は終わります。